はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、今日はですね、対決企画の方をね、やっていくわけなんですけども、まあ、こちらに移っている UR、葵ちゃんと、あとね、こちら、外野手の、UR、つくもパイセンに、とのね、デコボココンビ対決をね、やっていこうかなと、思います。はい。でね、意外とね、これやってなかったんですよ。っていうのはね、そのメモリアルリンクの方の、そのレベルをね、ちょっと上げたかった関係で、揃えたかった関係で、どちらもレベル5なんですよね。レベル5で、1個ね、固有の方、引き継がしているような状態。で、つくもパイセンの方は、こちら。こちらの、シーンカードの、ひまわりを、まあ、つけているような感じでございます。はい。で、あともう1個ね、もう1個の方が、ココちゃんね。はい、ココちゃんはこれ、球場の広い、敵全体の守備走力を、究極に減少というような感じ。まあ、デバフと、通常のつくもパイセンは普通のバフをくっつけてる感じ。ひまわりね。でね、葵ちゃんも実はそんな感じなんですよ。はい。葵ちゃんはどこだ？はい、これ。で、葵ちゃんもね、そんな感じなんですよ。で、葵ちゃんの方は、葵アタックの方、超絶くせ者。の方をね、つけていて、で、こちらは敵投手の球速を超絶に減少を、で、コントロールを超究極に減少を、スタミナ消費量を大幅に上昇させるっていうような感じで、まあ、バフじゃないんですよね。はい。まあ、デバフであることは変わりはないんですけども、まあ、こっちは投手のデバフなんですよね。敵全体の守備を、減少させるっていうものではなくて、まあ、投手のみに、かけるデバフですね。はい。で、つくもパイセンの方が敵全体の守備を、守備走力を減少、究極減少なので、まあね、補給率とか、そういうのにも関わってくると思うもんで、まあその辺のね、デバフのかかり方が、まあ違うというような感じ。で、もう片っぽの方は、笠舞子ちゃんの方。降り積もる、幸福。自身のミートパワーが究極上昇、走力が超絶上昇というような感じで、こちらは普通の、バフですね。はい。それでもんで、バフがかかるっていうのは、まあ、両方とも同じ。で、デバフのかかり方が違うよっていうだけで、まあ、ちょっと似たような感じの、スキル構成になってますんで、まあまあ、それなりにいい勝負ができるんじゃないかな、ということで。はい。このデコボココンビね。もういつも葵ちゃんはね、つくもパイセンのことをね、いたずらばっかしてるんでね。で、ほとほとそれにね、つくもパイセンも困ってるようなね、状況も見られますけども。で、その二人が野球でね、その対決をしてどちらが勝つかというところでね、白黒はっきりさせようじゃねえか、というところで、この二人とはね、勝負に、やっていこうかなと、勝負やっていこうかなと思います。で、まあ、いつも通り、まあ、選手戦績の方で、打点、本塁打、この3部門で2部門以上、勝っている方が勝ちと、なっております。はい。いつもそんな感じだね。で、極限の方がね、まだ来ていますんで、風特攻の。で、これのね、ステージ50で、やっていこうかなと、思います。はい。ドリンクを消費して、で、スタミナ満タン。で、風染めでね、使っていくわけなんですけども、まあね、つくも焙煎と、葵ちゃんって言ったらね、まあ上位打線ぐらいで、まあいいのかなっていうところで、で、まあクリーンナップにちょっと置くような感じで、で、つくも焙煎はちょっと一緒に、分けて、やりたいので、まあこちらのつくも焙煎を入れているような感じ。で、10試合勝負ですね。はい、1人10試合。で、10試合ね、消化したところで、つくもパイセンの方とチェンジして、で、その試合1試合見せて、で、残りの9試合やって、で、終わったら、選手戦績の方へね、打席結果の方、結果の方をね、見ていこうと、思います。まずはね、葵ちゃんの方から、まず1試合を、お見せするような形で、で、シンデレラハーモニー等は、なしです。はい。全部オートで進めていきます。はい。で、はい、1試合目ですね。はい。さあどうなるんでしょうかね。同じね、クリーンナップで、セットしますんで、つくもパイセンも。まあね、試合の勝ち負けは、まあそんな関係ないし、まあコールド勝ちにもなることもそうそうないと思うもんで、まあいいでしょう。はい。まあ僕、バフ型のフェスゲン持ってないんでね。はい。
という感じで、残りね、今1試合ね、お見せしたところで、お見せしましたんで、で、残り9試合やって、で、つくもパイセンの、試合を1試合お見せするところまでね、飛びたいと思います。それではまた。はい、それではね、葵ちゃんの方、10試合終えましたんで、その次がね、つくもパイセン、UR つくもパイセンを、また3番に置いて、それで、まあね、試合をね、進めていきましょう。はい。で、最初の1試合だけね、お見せするような形で、いきたいと思います。はい。それでは、1試合目、いきたいと思います。はい。さあ、どうなるんでしょうかね。はい。で、まあね、どちらも3番なので、まあまあまあ、まあ、どうなろうと文句は言えない。ほう、1点も取れなかった。やっぱここら辺がね、バフ型のフェスゲがいないのがね、効いてきますね。はい。ということで、9試合、残り9試合ね、やったところまでね、飛びたいと思います。それではまた。はい、それではね、つくもパイセンの方、10試合終わりましたんで、ではね、選手戦績の方ね、見ていきましょう。はい、こちら打者成績、まず、安打数、UR つくもパイセン24、で、葵ちゃん15、本塁打の数、葵ちゃん5、で、つくもパイセン1、さあ、打点、つくもパイセンが10、葵ちゃんが7ということで、安打数打点が、つくもパイセンの方が上だったので、つくもパイセンの勝利というね、結果に終わりました。はい。ということでね、まあ、これで葵ちゃんが、もし勝ってたらね、なんか日常ですんごいじられそうな、ところをね、想像できますけど。はい。なんとかね、文武両道のね、キャラのね、隔離、まあ、なんとか保ったなっていう感じですね。はい。まあ、本塁打の数がね、意外と、まあ、5本って多いですね。で、安打数もね、だいぶ差がありましたね。うん。まあ、ここら辺はね、葵ちゃんの固有がね、確かね、守備と走力のね、上げる感じだったと思うんですけど、まあ、つくもパイセンがどうだったかなわかんないですけど、まあ、敵全体の守備が落ちてるっていう、守備走力が落ちてるっていうことも、まあ、意外と、そこら辺もちょっと関わってくるのかなっては思いますけど、はい。まあ、そうですね。まあ、そういうとこなんですかね。うん。まあ、打点の数もね、だいぶ違いますよね。10本。あ、でも打点の数はそうでもないか。10本7本で。うん。まあまあまあ、3本差なので。まあ、ここら辺はまあまあまあって感じですけど、安打数がやっぱすごいですね。24と、15ですから。もう10ぐらい差ありますね。うん。まあ、さすがね、そこはね、もう、もともとね、まあ、単打になりやすいって感じのつくもパイセンキャラではありますからね。うん。まあ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 、うん。まあ、ここら辺で差がつきましたね。やはりね。うん。まあ、意外と打点が、つくもパイセンが高かったっていうのが、これもまた意外ですけどね。うん。まあ、なんとかね、まあ、つくもパイセンが勝ったというところでね。まあ、これでね、変にいじられずに済むし、まあ、葵ちゃん的にはすごい、つくもパイセンに負けたっていうのが、ちょっと悔しがってるのがね、ちょっとイメージできますけど。はい。でね、今日ね、3月7日なんですけど、まあ明日3月8日にね、まあ新たな情報が、解禁されると思いますんで、まあそこら辺もね、楽しみにしていきたいと思います。それでは今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。